ミシャ式とは、ミシャの愛称で知られるサッカー指導者、ミハイロ・ペトロビッチが用いる特徴的な戦術、フォーメーションの通称。ペトロビッチの指揮するチーム以外でも類似の戦術、フォーメーションを用いる場合に、ミシャ式と呼ばれる例がある。ミシャ式の簡略図。左から基本陣形、攻撃時の4から1から5、守備時の5から4から1。センターバックが3枚。 守備的、ミッドフィールダー二人と、両サイドのウィングバックで構成された中盤が4枚、前線に1トップにシャドウを配置した3から4から2から1のフォーメーションをベースに、ボールの保持、非保持によって、ポジションが入れ替われる可変システムである。守備時には WB が最終ラインへ落ち、5から4から1となる。攻撃時には WB が前線に上がり、ウィングのポジションを取る。 この時、3枚の CB の内左右の2人が両サイドへ開いて、サイドバック化し、1枚の DMF が最終ラインに落ちる。中盤は残った1枚の DMF だけで構成される。ことになり、4から1から5という前後分断のフォーメーションが形成される。中盤に残る DMF には、パス能力の高いプレーメーカータイプが入り、5トップとも表現される前線の5人をコントロールする。 西部賢治は攻撃時の利点としてハイプレスの回避、攻め込みスペースの喪失の2点を挙げている。相手ボランチが前に出れば中央の3人にバイタルエリアを明け渡してしまう。前線とボランチが連動してプレスをかけることが難しくハイプレス回避の有効策となる。また後方でも数的優位を作り出せているので相手ボランチを釣り出した時点で中央の3人が 間で受けて攻撃に転換できる。相手が全体で押し上げてくれば上がった WB へのロングパスで最終ラインの外へボールを運ぶ。SB 化した CB2 枚は気を見て前線へ上がり WB の増援役を担う場合もある。攻撃面で多くの強みを持つ一方、ボールを奪われた際に空洞化した中盤を一気に通過されるリスクも介在している。 浦和時代後期にはこの問題の解決のため、状況に応じて中盤の構成を厚くするビルドアップを導入している。5トップに対して同数の5バックで構え、ミラーゲームとするマンツーマン守備も未射式を抑える、有効策とされる。また、特殊なシステムで戦術浸透に時間がかかり、速攻性に乏しいとする声もある。ペトロビッチの広島監督退任後、 その座を引き継いだ森スはじめが用いた3から4から2から1の夫人も同じくシャ式と呼ばれた。森スはよりバランスを重視した戦術を用いたため似て非なるものとして森ス式とする声もある。森リのスの退任後、サンフレッチェは残留争いのさなか4から4から2のフォーメーションを採用した時期もあったが、上福広氏が揮を取る二千二十年現在まで、 多くのシーズンをこのシステムで戦っている。ペトロビッチが監督を務めたチーム以外では、広島でペトロビッチ大成時にコーチを務めた、片野坂智博が率いる大分トリニータのシステムも、また、シャ式からの文脈で言及される例が多い。こちらも、攻撃時の動きや、基本布陣など、大枠でシャ式の流れを踏襲している。一方、2010年代後半に、 J2 リーグで流行した多くの3から4から2から1、夫人は守備を重視するために生まれた1トップへのロングボールを多用する戦術であり、未射式とは根本的に性格が異なる。また、湘南ベルマーレの採用する3から4から2から1、夫人も、西部はフォーメーションを除いて機能性の異なるシステムと分析している。ありがとうございます。